皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは1ヶ月ぶりです。ということで4月21日水曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わりには28,508円55銭、昨日比マイナス591円83銭、大幅続落で終えました。今日のポイントであります1ヶ月ぶりについて5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。まずは5分足チャートになります。今朝が終わりましたニューヨーク市場は下落となりました。ダウは続落マイナス 0.8%、 ナスダックも続落マイナス 0.9%、 S&P500 も続落と、コロナ感染拡大を建前とした売り物が連日入ったということになります。その流れを受けまして日経先物続落、日経平均も同様にこちらマイナス440円02銭となります。28,660円36銭と29,000円のところを割り込む大幅続落でスタート。その後は28,600円どころでの買い戻しの動きを見せるものの、上値は重く買い向かう姿勢ではなく安値を切り下げる展開となりました。下げ幅を広げてですね、前引きはマイナス638円18銭の28,462円20銭で終えました。ランタイム中の先物買いを交換しまして5倍よりは下げ幅縮小スタートとなりましたが、28,600円どころに頭を押さえられまして大引きまで揉み合う展開が継続、結果マイナス591円の28,503円で着地をしました。昨日ふんわしで見られたですね、下値サポートをいとも簡単に割り込みまして約1ヶ月ぶりとなります安値水準となりました。上昇に導くパワーは弱くなったと考えることができます。次に日足チャート見ていきましょう。こちらです。現在ローソク足は緩やかな上向き75日線の下、そして緩やかな下向き25日線の下に位置しております。価格帯別売買高は少しずつですね、蓋というのが分厚さが増してきたような感じになります。で一目均衡表を見ますと本日三役逆転となりました。この一目均衡表におきましても1ヶ月、約1ヶ月ぶりともいえる三役逆転となりました。さらにマック D はデッドクロス中ということですね。でチャートはこれまでお伝えしてきましたように2月高値、3月高値、4月高値が切り下がっておりまして、トレンドは上昇ではなく、揉み合いとなっております。ですので積極的なスイングでの買いはリスキーと言えます。次に週足チャート見ていきましょう。こちらです。現在上向き39周線の上にローソク足が位置しております。一目均衡表は三役好転中ではありますが、マックリーは引き続きデッドクロス中となります。トレンドは現在今上昇ですね、上向きと言えるんですけれども、マックリーはデッドクロス中のため様子見が良いということになります。次月足チャート見ていきましょう。こちらです。上向き24ヶ月線の上にローソク足が位置、一目均衡表は三役好転中、マックリーはゴールデンクロス中、月足チャートのトレンドは上昇、方向は上目線継続と言えます。以上から日足チャートに戻しまして、明日以降の日経平均の上下の目処としましては、上値目処は3万円まで、下値目処は今日75日線を割り込みましたので、次は3月、もう間もなくですけれどもね、3月24日安値、28,379円06銭まで、これを割り込みますと次3月5日の安値、28,308円57銭までと見ております。戦略としましてはテクニカル的に見て日足は様子見、週足も様子見、月足は買いとなりまして、全て同じ方向を向いていません。2つありまして、引き続きですねポジションを少なめにした空売りを含めた個別への短期戦、またはデイに特化したトレードをお勧めいたします。さてデイトレードにおきまして、今日皆さんいかがでしたでしょうか。
今日のデイトレ生放送をご視聴いただきました皆様、お疲れ様でした。今日の注目銘柄4192スパイダープラス、7363ベビーカレンダー、 IPO の朝一は良かったですね。会員様で乗り遅れてしまったけど、なんとか利益確定できたという連絡をいただきましたが、まあ、その後上がっていったとしてもですね、切るときに必ず切って、剥離であってもルールを守ること、遵守すること、これは非常に大切ですので、逆に含み損となった場合でも必ず切ることですね。場中の軽微な含み損は数日後の大きな含み損イコール、まあ、塩漬けにつながるということがありますので、徹底した手締まいを行っていきましょう。本日利益確定された皆様、改めましておめでとうございました。引き続き皆さんの資産を守りながら感情を入れつつ衛生にトレードしていきましょう。明日22日用の注目銘柄は現在4銘柄となっております。夜間 PTS の動きで、明日の銘柄ですね、追加することもありますが、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、4355、ロングライフホールディングスです。出来高ともらいながら、上昇378円で終えております。KO の出来高170万株ということで、未約承認なり、1回注文分87万株を残した状態で終えております。そして二つ目、3647 G3 ホールディングスです。こちら東証2部。今日427円ストップ高で終えました。出来高38万株、未約承認なり、機械注文分が581万株となっております。そして3つ目、3747インタートレードです。今日661円プラス100円のストップ高で終えております。出来高は185万株。未約承の成り行き買い注文分がですね、大引けに間際に一気に増えまして、237万株となっております。そして4銘柄目。こちらは売り戦略ということで見ております。8698マネックスグループです。875円、マイナス47円、マイナス 5% で終えております。今日の出来高は2591万株と、こちらもオレンジスしっかりと入っております。一段安ということで75日線を目指す動きに入るかどうかに注目をして明日見ていきましょう。以上4銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせまして、皆さんご自身でですねチェックされている注目銘柄、ぜひだとチャートですね照らし合わせて見ながら明日のトレードに頑張っていただければと思います。また小判詰め投資セミナーですね、たくさんのお申し込み皆さんありがとうございます。少しでも迷われている方はぜひお申し込みください。詳細はこちらのページですね、 YouTube の概要欄にリンク先を貼っておりますので、ご確認いただけましたら幸いです。また株式投資塾であります価値株についてもですね、現在塾生を募集しております。少しでもこちらを迷われている方はぜひお申し込みいただけましたら幸いです。一緒に頑張っていきましょう。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と参考になったという方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。失礼いたします。